いも甘いもロータスのことを知ってる3人をちょっと呼んでがっつり稼働していきたいなと思って。見たことないって何だ滑るとかをやったことがない。やんないでしょ、ひねりひねりとかやんないでしょ。だから設定狙える局面ってほぼなくて、まあこんな時しか狙えないんで、まあこいつ打ちます。もうとにかくね、交換ギャップの大きい店なんて、もういかに金を現金を使わないかよね。いかにドンバカ野郎。4ラウンドなので通常価格が分かりません。でも分かりませんね、こうなると、うん、これほらあぶれたってマジで。あーこれもいいじゃん。あこれか、これがいいんじゃない。まあ、まあ正直なんとも言えない、でも、ね、21.5 は超えるとは思うんですよ。いやまだ全然分かんないですけどね、分かんないですけどね。いや分かんないよな、もう U タイムとか打ちたくないしな。いや困ったいやもうダメだこれ。やだ、やっぱとろかったゲンさん結構良さそう。これが気になるな。いやこれも気になるけど、周りの方は、今30ぐらいになりました。はい、なので加工気味ですね。13時半勝ち確、嬉しいです。いやもう俺のこと取らなくていいっす。もう映る価値のない男です。結局まあバカボンもおきみファイブも金富士もまあちょいプラの台ではあるんですよ。別にいいんですけど、まああの割とここって明確に美味しい台を置いてくれる店だから、絶対それじゃないっていうのはあって、でまあまあ探さなきゃなんですけどと思ってね、もうただあぶれるぐらいならと思ってちょっと気になってた板店ちょっと売ってみて、最初の1000円で30回っていやでもそれはたまたまなんですよ。あのワープをすげえ抜けそうな台だなと思って打ってみたんですよ。ただまあ見たら分かるんですけど、すぐに気づいたんですけどステージが全然良くなくて、ステージ良くなかったらワープ良くても別にそんなにと思って最初の500円でやめようかなと思ったんですけど、にしてもワープめちゃくちゃ通るから結果なんか1030くらい回ったから、まあとりあえずもうちょっと打ってみてるって感じなんですけど、そんなに回るっては思ってないです俺も。あとはまあここのおまけですね。それはまあ見た目でもともと分かってたけど、だから結構入ってくれるっていうのがやっぱ回ってる理由ではあるんですけど、でもこんなにしてこのステージの台は僕はもう普通だったらすぐ見切る台だからちょっと自信はないんですよね、このステージが回るっていう。結果今のところ3000円でなんぼだ26か7ぐらいはまだ回ってるから、あーと思いながら打ってる感じですね。もう一丁かいドッグ、あーいいよいいよ、ちょっと待って持ち玉チャンスじゃん。もう頼む頼む、俺これねすごい当たるイメージ持ってる人なんですよ。だから当たる気がする、当たるイメージを持ってるんです俺は。どうだ来た、本当に来た本当に当たったいやなんかごめんなさいなんかもういやよかったよかったよかった、持ち玉なってくれればだいぶねやりやすいんで。いや嘘でしょこれ、もうマジでやめて。よかったよかった、いや、 やだ、うわマジでか、なんだありがてえ、おおいいね、緑は確か、あそう赤になる準備、赤になる準備、へえ嬉しいじゃん
初めて味わったけど嬉しいじゃん。おー、なんだ今の決まんないんだ。そんな何度もここで生き返りはしないでしょ。そんな無理よ。うわ本当に無理。カメラいない間にね、めちゃめちゃ良かったんですよ今。これはあー無念。まあ投資がね今1万いっちゃったんですけど、さっきのラッシュがね7連チャンして10ラウンド何発だ3発取れたんですよね。1回で1000発出ますんで、だいたい4000個ぐらい持ってます。でも周りもね1025回転ぐらいはありますんで、俺の目標は今日にこの5000個定量が1人2回なんで、2回までなんで、俺はもう2回この5000個定量までパンパンと変えて夕方からジムに行くっていうのが俺の目標なんで、まあ、こいつ回るからね5000が2回としてまあ1万円ぐらいにね抑えられて、まあ、夕方ぐらいで2万円持って帰れるみたいなね。なんで30ぐらい乗ったんですか。 30.5 ですね。まだ乗ってんだすごい。車で弁当食べたいと思います。いつものさつまいもとブロッコリーと胸肉のねコンビネーション、いつも通りの味ですけど、いただきます。みんなうまいもん食ってんだろうな今頃。慣れればね全然うまいっすよ。ねえ、これも今確変状態だけど70回って抜けたもんね。ちなみに今の合成確率が95分の1なんですが、設定1で89分の1なんですよね。で設定6だと71分の1ということで、まあちょっと上は厳しいかなというね感じになってきたね。正直25のまあ設定1によりもまあ18の6設定6の方がいいわけで、うん、本当設定重視なんですけど、20だったら途中でやめるタイミングがあったかもしれないですね。うん、で基本的にここでラッシュって図柄が止まると2ラウンドで、だいたい2ラウンドあたりに行くんで、このね野望アタックからもし当たるとするとラッシュがあるね、あるある。ラッシュがしかも奥から手前にあるから割とチャンスなんだけど、体感 30%。 これ抜けるとラッシュ、いけ。おー、ちょね、オッケーオッケーオッケー。125回転もうこれサクッと連チャンさせて終わってなんか筋トレ食ってのが幸せなのかもしれない今日。この時間からね探し回るのもちょっとリスクが高すぎるからね、なら朝から行けよって話だもんね。おーしよしよしよし、ラッキー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 。47回転なんか久しぶりにチャンスだな。電柱めっちゃ辛くないですかこれ。1個昇級で結局こっちにこぼれた球がたまたまここに入んないと、ここでも3個昇級だと思うんですけど、めちゃめちゃ辛いです。とにかくでパターンも3パターンぐらいあって、あの絶対に狙えないようなパカッて変なショート解放もあるし、もうとにかく電柱線の辛いですね。確実に減る。これ狙えないしね。ね、今の、ね、一瞬のやつ。おっしょい。おお、だ。39回転。ただ通常っぽいね。ああ、まあここからか。まあめったにないですね。4ラウンドの通常と。おお、当たるんだ。14回転。全然当たる雰囲気なかったのに。
これ通常確率だね。ただね、なかなか上がんないんだよね。そうなの、マジで上がんないんだよ。いやー微妙、4連チャン。結局10ラウンド引かないともうね、伸びんわね。やっと合算が2と3の間になった。初当たり7回ですね。絶好調でございます。持ち玉が、27,760個ですね。回転率がですね、31.82、うん、で出玉が 104.71、はいはい、まあ、105にちょっと近づいてきたかなって感じですね。なんだかんだでいろいろ試しましたけども、やっぱがっつり当てた方がいいですね。屋根にがっつり当てて減速させて、そこから、まあ、強めの球をかぶせてやると、まあ、結局それが強かったです。ざっくりなんですけど、まあ、まあ、1000あたり小球口にこっちですね、左側にある小球、こっちしかまあ基本的にはほぼ入んないですね。あとの小球はまあおまけみたいな感じで、本当のおまけのおまけ、これがメインの小球なんですけど、ここにまあ1000あたり30個近く入るんじゃないかなって、はい、感じですね。なので、まあ、回転率を押し上げる材料としてはまあすごいですよね。あと、まあ乗り上げの方も結構良さげなんですけど、ざっくり今のところ1000あたり15個ぐらい乗り上げて4割ぐらい入るような、そんな感じですかね。まあまあまあ相当これも数値として乗り上げからの入賞もかなり貢献してくれているといった感じですね。ただまあワープ経由だとちょっと弱い、はい、これなんでかというと、まあ、ステージ上で、まあ、ゲンさんに限らずなんですけど、基本的には今ワープから来ました、まあ、今のはつるって落ちてこっちに入りましたけど、ワープ経由だと縦の動きがつかない、はい、なので乗り上げ経由だと乗り上げて縦の動きがある分、この真ん中の溝にはまりやすいっていう傾向があります。これ横の動きなんですね。横の動きだとほらボロって落ちちゃう、でも縦は強い。でこれを分けてデータを取ることによって、より深くこの台が、まあ、どんなスペックか、どんな台かっていうのが見えてきます。ただまだね、取りたいデータがね、たくさんあるんでね、はい、もうちょい頑張ろうかなって思っております。どんどん上がっていって、見えて今まで見えなかったものがね、見えてくるんです。それが楽しいんです。今ちょうどラッシュ終わったところですね。2回目も突入してくれて、で今回転率を計算して見たんですけど、約1万円分の打ち込みで 29.6 ですね。とんでもないです。まあ、最初言った通りワープは抜けそうなんですよ。でここのおまけもいい、ただステージがあんまり強くない、で真ん中ももちろん別に普通というか普通以下、うん、ぐらいの感じで、これで29回るっては思ってなかったですね。だからワープが相当抜けてくれるから、その物量で結局ステージがそこまででもなくても数は入ってるっていうのと、まあ、おまけがやっぱ球持ちが相当良くなってるっていうのがちょっと想像をはるかに超えてたってことですね。結局 50% 入るとしたら、ステージが10個ワープ抜けて 50% だったら5個入賞なんですけど、例えば 25% しかステージから決まんなかったとしても20個抜けりゃ5個入るんですよね、うん、だからそういう話なんですよね。わかんない。ただもう完全に今更の言い訳なんですけど、ミネッチさんが大工の源さんでもう積もってる臭いってなった時に、その段階の後だけど僕もこれ気にはなったんですよ。ただトラマスさんが設定付き打ってて、もう一人が源さん打ってて、俺も源さん打ってもちょっとなっていうのもあって、まあそこまでの自信もなかったっていうか、圧倒的な自信もなかったからなんですけど、
一応控えておいたんですよねっていうのはあるんですけど、とはいえやっぱ一発目でこれには来てないですからね。いやもう分かんない。いやー難しい。でもこの井戸天もね良さそうなんですよね。難しいけど、ただ難しいというか普通に考えて30近く回る源さん、まあ峰木さんのも30ぐらいだから、それが1店舗に2台ある店ってあります？たどり着くのは難しいけど普通の店なら置いてないんですよって考えたら、やっぱすげえ楽しいですよ。やりがいはある。ただこれ行けばいいんですけどね。今ちょうど10ラウンド一発引いたところで持ち玉が200個半、4000個ちょっとあると思うんですよね。あと10ラウンド一発引くと念願のというかついに5000個手入れを足します。さあこれ7が止まった瞬間これ5000個いくぞ。なんか4000個くらいから2、3時間ダラダラしてんだよね。いやーもう勘弁してくれ。だからまあこの辺が高設定だとね、もっとスパンスパン連チャンして全く違うんでしょうね。もう上の手応えはないからね。さあラス1よ。ダメ。なに、まあ久しぶりに10ラウンド一発取れてね、出玉はちょっと戻しましたけど、合算84分の1。俺の予想設定先に言っといてもいいですか。ちょっと感覚なんですけど予想設定俺多分2だと思います。2、まあこれって根拠があるわけじゃないですけど、まあさすがに1はね定量制で使わないだろうってのもあって、2の初当たり確率が108分の1ね。ちょっとこの初当たりの重さがねやっぱね99以下のそれじゃないんだよね。20-30% あるんちゃうかな。あーでも弱いね、弱い。ブルッ、おーいって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 いっ、あーラッキー、ラッキーでもないな。ちょっとだいぶハマってるね。191回転いや、これあるよ。あるけど、マジで10ラウンドだった時大砲リーチがいかないから、こう大砲が出ないで終わるんだよ。おお、これ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 、もうこれ待ちなのよこの台。8点牌だけどこれ当たれば10ラウンドらしいです。で今日全部当たってる。これ来た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 、これまだ足りないですけどね、もうあと2発。多分大丈夫、そう立つんで。もういいって、もういいやん、すんなりね。えだいぶ頑張ってきたでしょ。いや今日初めて外したこれ。うわこれ痛い、これ痛い。結局これ待ちだから。なんだよ最悪っすね。せめてもう一回って、ああ、いかない。あー、これじゃなんか、沖ヒカルさんみたいになっちゃった。イエイイエイイエイ。いやー、というか、まあ、持ち玉で打てるのも嬉しいし、てか32だったらさすがに現金でも打てちゃうんじゃないですか。1万8000円分ぐらいの打ち込みで 32.0 ちょっと待ってよ。もうこれパカパカ
をオーバー入賞を狙えないタイプなんですよ。ここを転がる球のスピードっていうのがあって、多分傾斜だと思うんですよ、 この傾きだと思うんですけど、パカパカの間にきっちり全部拾ってくれる台と通過しちゃう台があるんですよ。通過しちゃう台は予定通りに入れられないんですよね。だから10発目11発目12発目を固まらせて打っても、その間での球が通り抜けたったら1個ずれるじゃないですか。だからそれが合わないんですよ、これは。今日の台は。お、二段階落ち。あら、あんま期待してなかった。疑似何でしたこれ。もう見てない。3だぞ、しかも。うわ、熱い熱いじゃん。さっきのボタンでのキャラカットインは赤でも後半まで行くんですよ。で、金なんてなおさら熱い。当たればね、ラッシュだし、これは当たってほしい。じゃあロゴ2段階落ちと極限演武と、あと金カットインも出てるんですもんね。で、3点牌でしょ。相当熱い。仲間参戦したらもうほぼ当たりだろ、これ。いや、しないんだ。ドキドキさせるな。あ、これあんまりね、どうなんだろう、信頼度高まるのかな。これボタンなしカットインはね、俺出ない方がいいような印象があるんですよね。まあでも、まあさすが当たるんじゃないですか。相当熱いですよね。うわ、来た。いや、当たりすぎ当たりすぎ。ライトみたいなデータ。カメラ回ってるところでちょっといいとこ見せたいよ。あ、1個ね、今1個こぼれましたもんね。ああやってこぼれるとやりづらいんですよね。計算通りにならない。変わらん。ダメだ、やっぱ貯めるとやだ。貯めるのやだな。もう黄色のままで突入するのもうやだ。俺もう無理だもん、こんなの絶対終わりだよ、もう。あ、本当に終わった。嫌な大人、嫌な大人になっちゃったよ俺は。煽りもしない。ほら、もう嫌な大人だから俺が。絶対そうだよ、五連だってさ。ああ、ああ、五連だ。すぐ打ちましょう。期待値高いからすぐ打ちましょう。もうとにかく昼過ぎってか、何時間だ。もうずっとね、うろ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 、2000発から4000発の間をね。で、今2500個ぐらいあるのかな。でもとにかく持ち玉で設定関係なくプラスである台なのは間違いないですけど、もう設定もあんまり期待できないっていうね、夢もない状態で。もう6時半でしょ今。もう飲まれるなら飲まれちゃった方がいいなぐらいまであったんですけどね。で、今97分の1でしょ。で、もう完全に設定1もぶっちぎっちゃって、まあ、1もあるねこれね、十分。もう初当たりも悪い、 ST 中の確率も悪いっていうね、もう悪い悪いなんでね。いよいよ1かもね。まあとなると、まあ、打ってもいいし、もう、ね、やりたいことがあったら帰ってもいいかなって感じだよね。俺にはやりたいことがある。まあ、周りあるんで、まあ、このまま追ってもいいんですけど、まあ、どっちみちね5000個定量っていうのもありますし、まあ大してね、大したことにはなんないですと判断して、私はここから筋トレに行きたいと思います。流します。まあしょうがない、時には切り替えも大事。やめよう、やめま、やめまちょ。
結局定量性5000発いかず5000発いかずっていうね、なんかスモールベースボールをずーっとここから繰り広げてなんかポップフライに終わるみたいな最後回転率とかそっち系はどうだったんですか、今日ね通常、結構回しましたよ、うん、1170回転回しまして、はい、回転率が表記データまで計算して、うん、26.6 回転と、うんうんうん、まあ、これがね良くも悪くもというか、うんうん、まあ、やめにくかった要因でもあり、うんうん、まあ、いいとこでもあったんですけどね、うんうん、ちなみに設定1の時の、あれはじゃあプラスはプラスなんですか。プラスプラスです。設定1の投下ボーダーが21ぐらい、うん、20.9 とかなので、うん、まあ、ここからずっと持ち玉で打ってるわけじゃないですか、うんうん、まあ、だから期待値はもう 100% プラスですね。なるほどですね。まあ最終的に設定1の数値もぶっちぎって悪かったと。予想設定というか、まあ、設定は下の方でしたね。ズバリ、いやもうその数値通りじゃないですか。1 なので、まあ、今日は、まあ、こんな日だしちょっと暑い日だし、うん、定量性ができたばっかってことで、うんうん、まあ、期待できる感じで攻めたけどです、ね、まあ、回ったけど、まあ、失敗だったかな、はいはいはい、結果ね。じゃ最後ね筋肉あるあるで終わりましょう、はい、真夜中のジムで一人だと思ってゴリラみたいな声で筋トレしてたらもう一人いた。ありがとうございました。バイバイその時の声はどんな感じですか。うおーいもう一人いたんですよ奥の方にはい、じゃあトラマスターさようなら。ここでトラマスターを終了です。いい汗かいてきます、はい、バイバイ、はい、さようなら。だから設定狙える局面ってほぼなくて、まあ、こんな時しか狙えないんで、まあ、これで打ちます。いやちょっとね想定と違うわ。最悪っすね。いやもうその数値通りじゃないですか。1。お疲れでした。バイバーイ。みんな頑張って、ね、もう筋トレやるから、はい、筋トレ頑張って。いい目見ろよ。現状ちょっとあのチョロ打ちに可能性を感じて、はい、こんな時間に何やってんだって話ですけど、ということで、まあ、回転率が 32.68 とさっきよりもちょっと上がってきた感じですね、はい、じゃあのチョロ打ちで、まあ、現状回ってる、まあ、これ上村の可能性もありますけれども回っている理由としては、ここでのこぼれが少ないぞと、はい、言ったところです。強めの方がやはりね、こっちで食われる可能性が高いと、はい、いった感じで、そこまで大量のデータが取れているわけじゃないんですけれども、例えばあの、普段エヴァとか海とか検証していてもだいたいそういう傾向になります。そうですね、まあ、数値の計測、まあ、それを続けて、しっかりとね、最後に納得して終われるように、はい、今まもなく500ですよね。で1回前が251で単発、はい、もうここでやめたかったですねやっぱ世の中のまあ8割ぐらいの人は負けてるって聞くんですけど、そう、あそこでやめとけばよかったって聞くんですけど、それないですからね。うん、まあ、あれだい積もったのに勝てないって話を聞くんですけど、結構ねその話聞く6割ぐらいの人が、結構くっちゃべってたりとか、うん、あとまあ結構タバコ吸う時間が長かったりとか、そう、実際あんま回してないんですよ。回ったけど勝てなかったっていうと結構もう600回転とか800回転とかそれぐらいしか回さずに勝てなかったっていう話がほとんどです、はい、なのでもう2000回転以上回してからね負けた、まあ、それだったら、納得できます、できます。でそれを続けるとやっぱね、負ける可能性って本当月単位で言ってもゼロに等しいんで、ここ10年間で、ね、負けた月って1回とかそんなんですね。はい、そうですね。おー、おめでとう、よかった、ありがとうございます。595までハマった。
玉の把握をしましょうよと。さあよいしょ、なあダメだった、偶然入れ、結構左に行っちゃった球があった、まあ、そんぐらいギリギリ狙った方がいいかなって思いました。その方がね、いい数字が取れそうだな。とっと、ありがとうございます、ラッキー、こいつはついてるぜ。はい、終了と。寂しいですね、ちょっと不調が続いております。ここ大事よ、ここ大事、ここじゃない、この次だ、まだ2だった、そっか、あーこれが嫌なんだよ俺、疑似2でね、2段階落ちは嫌なんすよね、あんまりいい思い出がない。最初はね、打ち始めの頃は2段階落ちがいいと思ってたから、疑似2で2段階落ちした時とか、うわやった熱いだろうなんて興奮してたんだけど、興奮するたびに当たらなかった記憶が、経験がね積み重なってきて、なんか2段階落ち当たりにくいんじゃないのかなと思え、あ当たるわ当たったわ、5回目の初当たり、イダテン5回目、ああ熱いの来ちゃったよ、1個でもあれば熱いですからね、ああもうめちゃくちゃ熱いじゃん、マジで全部入っちゃうよ、ああレバー来ちゃった、うわ全部入った、すごい、すごいですね、全部入りましたね、すごい、な一言もない、一言も喋らない、当たってもおかしくない、おお、いやーやっぱあるんですよね、いやーすげえなー、これまた入るかな、なんか今日全部入れたい、なんかここまで来たら今日全部入れたい、うわー、おかげで何発打ったか分かんなかった、ちょっと合ってる、オーバーニューション、あーしたしたした、すげえ、なんだこれ気持ちいい、もうやばいなこれは、やばい、7回初当たり引いて全入りってなかなかない、なかなかないっす、やだ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 、あーだ、何も喋らん、一言言え、ここは本当になんかなんて言うんだろう、2連で終わってこんなにあっさりした気持ちで次打てることないですよ、31回るからですよ普通もっと悔しがりますよ、はっきり言って全然悔しくない、めちゃくちゃ回るからこんな楽しいパチンコないよ、閉店何時でしたっけ、45分、もう忘れたら忘れたけど、なんかイダテンってだいたい25分ぐらいで、だいたい25分あれば十分っていう印象だった覚えがあるから、25分まで行きますか、期待値っていうのは持ち玉時給が3000何百円あるのは3000何百円あるんですよ、ただ当たって閉店を迎えて取り切らなかった場合にのみ損が発生するわけじゃないですか、でそうなった時の損を加味してやめる時間を決めるんですけど、
ここって交換率がそんなに良くないお店だから、閉店を迎えた時の差損っていうのが、例えば10日店交換率マックスの店よりも少なく済むんですよね、うん、だからその分追いかける時間がちょっと長くてもいいのかなっていう印象、ただそれを正確に計算はできないけどっていう意味で、まあいつもよりちょっと深めに追って25分ぐらいかなっていう感じですかね。はい、あーでもね、パチンコはやっぱりですね、あの趣味程度が一番だと思います。はい、パチンコ趣味にして、まあなんか副業というか、まあお小遣い稼ぎ程度に考えて、でなんかね、世のため人のためになる仕事、うん、ってのを やっていくのが一番だと思います。まあそれはアルバイトでも何でもいいと思います。はい、人のために何かする、はい僕はポンコツだと思います。はい、おっしゃる通りですよ。パチンコ大好きですね。ね、確かに他にこの熱量をね、向けられたらいいんですけどね。いかんせんパチンコしかやってこなかったので、パチンコしかできないです。はい、風車の振り分けをね、だいたい目測で測ってます。右へ行ったら右を押して、こんなことやってます。何パーセント振り分けられっかなって、だいたいね、ね、あの結構回っちゃってるんで現状ね。最後にあのアナログ系で締めようかと思ってたんですよ。でうまい棒の、まあ、加藤さんうどっかなって思ってたんですけど、さすがに30超えてるとね、移動するのも気が引けると。しかもうまい棒なんかね、あの先客がいましたよね。どうですよね、加藤さんに。しかもな感じで、まあ源さん打ち切りでしょうね。うん、なんかそれこそあのもう U タイムまで残りショットとかね、そんな台があったら、もうもしかしたらガロとかであれば、うん、そっちの方が高くなるかもしれないんですけど、現状考えると、うん、このままが一番高いでしょうね、期待値はね。こんな感じで、うん、このまま全突破しようと思っております。まあ回る理由ってのはまあ大体分かりました。はい、ただストローク、そうね、やっぱりね、まあすっきりはするんですけど、大体ね、あの課題は1個2個は残るんですよね。それはいつもそうかな。うん、じゃあ次は何を検証しよう、またテーマができるわけですよね。あー、分かんない、調べてない。11時3分ありますね。じゃあこの上皿で終わりましょうかね。うわーうわー、上皿最後って言ってたら、うわー、変動開始に曲から始まったの見たことないっすよ俺。こんな今10時24分。いやちょっと怖い、もう怖いって、もう怖いよ。だね、仲間参戦がなかったら意外と分かんないですよ、意外と分かんない。複雑。仲間参戦はおない、これ分かんない、これ分かんないし、分かんない。カットインが出たら外れるかもしれない、出た方が俺は外れてる。ボタンカットインはアウトだけど、あーなしか、これどうなんだ、当たるかもしれない。複雑、どっちだろう、当たる可能性の方があるよね。複雑。見ない、俺は見ないよ、上は。さあどうだどうだ、さあどうだ、さあどうだ、こい、あはははは、なんか
なんか嫌じゃない嫌じゃない、入りそうでしたけどね。でも嫌じゃない、嫌じゃない、全然嫌じゃない。はい、山ちゃん、みねっち、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今いろいろ計算とかしてて、もう10時50分、はい、もう終電切りなんで、もうささっと行きましょう。はい、はいはい、回転率がちょっとごめんなさい、僕もなんか変なんですけど 36.02 36.2 かっていうめちゃくちゃな数字になってて、でもそんな回ってると思えないですよね。で一応ラウンド出たのが105個で計算したんですよ。ごめんなさい、あの玉でずっと指してたんで、ちょっとずれてるんで、出玉が105個で計算したらそうなったっていうところで、なんかの計算間違いのような気がするんで、ちょっと家に帰ってもう一回ちゃんと計算して、はい、もし違ったらまたテロップ入れ直すんですよ、はい、でも31とかその辺は超えてると思う。全然余裕で超えてると思う。で、そう、まあ、で一応ね、その36で計算したら、持ち玉時給が4090円。やばっ。ちょっとで1時間220の通常で220計算、はい、っていう感じですね。じゃちょっと36がね、なんかふわふわしてるから、ちょっとそうっす、ね、なんか変な感じなんですけど、ごめんなさい。ちょっともう一回計算し直して送り直します。ごめんなさい。まあちょっと後でまたゆっくりやります、はい、今ちょっと急いでやってるんで。じゃあミネッチュお願いします。はい、僕ですね、こちらですね、通常2170回転回して、はい、回転率の方が 32.2はい、もう絶好調ですね。ぶっ飛び台です、はい。そしてですね、ラインの出玉がちょっと、うまくいかず 104.74 個と、はいはいはい、いった感じでございました。そして、これでですね、時間効率の方なんですが、最初220で見積もってたわけなんですが、昇級頼みの台だったと、うん、はい、いうことで、こちら訂正しまして215とさせていただきました。あ、そのぐらいか。はい、そうですね。で、ですね、持ち玉の時給の方が、3424円。そうですね、絶好調ですね。とんでもないですね。はい、とんでもないでしたね。で、ミネッチは、いろいろその回る理由みたいなのを数値化してるとまた思ったんですけど、はい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 、ね、軽くちょっと発表してもらっていいですか。あ、じゃあ軽くいきます、はい。そうですね、1000円あたりの打ち込み、まあ、1000円あたりっていうと、250玉なんですけど、昇級やら、へそ昇級が3個、袖昇級あれが4個なんで、結構1000円あたりっていうのは478玉打ち出すって感じなんですよ。だからそので32、3回すにも時間がかかるぞと、はい、それ一つのポイントで気づきでした。あと分間あたり、1分間あたりのこぼしですね、100発あたりということです。大体高速のこぼしが 5.25% 食われて、内側のこぼしが 18.5% 持ってかれると、はい、いうことで、ここがちょっと厳しかったと。ただ風車の方は、かなり、振り分けが良くて、左側へ 21%、右、へそ方へ 79% 寄らせることができた。ここプラスポイントです。はい、そしてですね、ステージ決定率、こちらですね、1000円あたり約、7.4 個ステージから回したぞと、はい、あとはまあ横から回したって形になります。ステージ関係出して、ステージの方も、ワープ経由が、これが 5.8 個、ワープ経由でいきまして、1.8 個決まるぞ。ワープから弱いです。 1.8 個しか決まらないんで、ワープが別にダメでも回転率あんま変わんないってことですね。はい、それポイントで、あと乗り上げからの、1000円あたりの貢献ですね、これが、16.8 個に、5.6 個決まる感じで、はい、まあ、ステージからがの数が多かったというよりも、結局は今日は、昇級頼みだったと。はい、良かったですね。そうですね、はい、そういった結論に至りました。なるほど、はい。でもまあ一応そう、理由付けとしてはまあそういうことがあって、そうですね、もう分かった。要はなんか風車から外に行ったとしても、こぼしにから外に振られたとしても、最後は下に昇級が待ってるんで、だからダメなルートへ行っても、最後お助けのブロックっていうんですか、はい、助けてくれるっていうバランスでしたね。はい、まあ、なんかうまいこといきました。いや、素晴らしかったです、はい。でまあ、今日の全体的な操業ですけど、どうですかね、ホール自体も結構お客さんもいっぱいいたし、そうですね、あれだと思うんですけど、
どんな感じですかね、感想的な感じでは、全体のホールの。いや、とんでもない、とんでもないです、はい、うん、たまたま近くにいた方が、うん、あの、パチマガのどっかで売ってた方みたいで、うん、お話しかけてくれて、うん、で、僕が売ってるのも30くらい回ってますって言ってたんです。他にも、ある、結構粘ってる方、結構いたじゃないですか。いましたね。多分、かなり回ってるんですよ、すごいね。すごいです。山ちゃんもな、面白い面白いって実践中も言ってましたけど、はい、やっぱその探すあれになりますよね、なんかね、探そうって気になるんですよ。そう、うん、やっぱそうですね。で、一発で分かるわけじゃなく、なんか、うん、これもダメか、あれもダメかで、やっとたどり着いた台ってやっぱちょっと感情入りますよね。ですね、確かにね。で、ミネッチはミネッチで、もう最後はあのうまい棒打ちたいとか、まだ打ちたい台が欲があったりしてね、打ちたかった、そういうのがあったりして、ね、うん、最後なんかね、あの最後のリフレッシュみたいなのがあってね、疲れたみたいな言い方したちょっと。さすがに疲れますよ、こんだけ打ったら。だって分析がすごいし、確かに。いやいやいや、まあ、あの勉強中ってことですよ。はい、一生勉強です、パチンコは。まあでも今日は本当、一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。入店で一番初めに入って、一番最後にお店から出るってことですね。はい、もう帰りましょうか。はい、お疲れ様です。縁も竹なということですね。縁ではないです。縁で。まあ、縁も稼ぎましたけど。うまい、よいしょ。さようなら。楽しかった、お疲れ様でした。山ちゃん、手振ってじゃあ一言お願いします。いや、楽しかったです。いや、ちょはい、あなたも来てね。いや、ちょっと違うな、ちょっと違うな。はい、いや、お疲れ様です。慰めでしょ、今どっちかっていうと。はい、じゃあ山ちゃん、終了。ごめんなさい、お疲れ様です。お疲れ様です。